はい、こんにちは。ジェネテックの水口です。本日はこちらの商品を紹介いたします。こちらはですね、フードセーバー専用の、ボトルストッパーっていうんですかね、というものになります。まあ、使い方は非常に簡単でして、付属のホースをフードセーバーのこれですねにブスッと刺してください。で、こちらは右側に、またブスッと刺してください。で、ノズルを出した状態で開始ボタンを押していただくと、ここから空気がどんどん吸われていくという形になります。ちょっとすみません、今ボトルがないので、実践できないんですけれども、これボトルをブスッとボトルにですねブスッと刺していただいてお使いいただくことができます。はい。なので真空パックン専用の、ボトルストッパーも使えますし、フードセーバー専用のボトルストッパーも同じくですね、フードシールドで使うことが可能です。また何かご不明な点等ございましたら、ご連絡の方いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。